こんにちは、プリマバレットクラス田中です。今回はグランワルツの動きをご紹介していきます。京都クラスでの実際のレッスン風景と一緒にこちらの動きをご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただいて、普段のお稽古がより楽しいものになったら嬉しいです。新前後番から前奏でプレパレーションさせポーズになります。そしたらこの左の手、左足を斜め奥に出してステップ1で2回同じ動きを入れます。そこからもう一度足を出したら、次は反ってアラベスクでおへその方向を一気に変えてステップステップアドルラッセ、そこから反ってアラベスクシャセ、反ってアラベスクシャセ、もう一回3回目反って入れたら4番ブリサードパドシャを入れておしまいという動きになります。最初の動きについて詳しく見ていきたいと思います。ここ斜めにラインをしっかり、この後ろの足の進行方向に向かって手と足一緒に出します。そしたらここから5番にくっぺ5番しまいます、ここで適当な4番やなんかわけのわからない足のポジションにならないようにくっぺをしたら5番に入れて、この足滑らせて10で、でもう一度片足着地でプリエに降ります。もう一度この足出してクッペ通して5番から10点、もう一度ね、ここから足出してクッペ5番10点プリエ出してクッペ5番よいしょという動き方になります。そしたら次3セット目はクッペ5番から一気におへその方向を変えて反ってアラベスクとなっていきます。ここからクッペ、今まで10手だった手を少し下に入れ替えて、ちょっとなんか5番から1番を通らせるようなつもりで反ってに入ると、意外とスムーズにおへその方向を変えることができると思います。やみくもにボンって体をねじってしまわないように、しっかり軸足と体一緒に変えれるように反ってアラベスクまで入ってあげてください。でここの動線なんですけれども、ちょっとまっすぐここから行ったら、最初にも言ったように、この後ろの足、プレパレーションしている後ろの足の方向に直線を描いて、そこに向かって足を出して10打って、そう、足を出して10打って、3セット目だけがクッペから一気にこっちにおへそが変わる。でステップステップアントルラッセまで、この一直線上に入っていきます。でこの動きの時の腕のタイミングについてもちょっと見ていきたいと思います。プレパレーションしたら腕を少しなんか上からどうぞとその進行方向に向かって動かして、クッペ10で足が上がったところはアロンジェで、着地でアンオを作るイメージ、もう一度そこからどうぞ手を開いてアロンジェクペプリエでアンオを作る、3セット目ももう一度どうぞ開いて、さっきも言いましたけどアーナバンを通らせながら両手が前アラベスクに来て、なるべくこの腕アンナバンを通らせるか、下のアンバーを通らせてステップステップアントルラアッセに入っていきます。少しカウント取りながら腕の動き細かく確認しましょう。 E1 and 2 and 3 and 4
イファ、イブシ、クオスセ、ブン、エイトという動きの流れになります。少しここで一回アクセント使っていくと10手の着地でも引き上げた着地ができると思うので、手をボンボン、よいしょっていう動きになってしまわないように、ちょっと腕の動きも味方につけながら最初の動きクリアに動いていきましょう。今回のこのグランワルツの動きの中で特にちょっと練習してほしいなというのがありまして、つま先をしっかり空中でもう一回伸ばすようなジャンプを作って滞空時間を伸ばせるように練習をしてください。最初の動きもここで飛んだところで、えよいしょ、1個つま先を空中でほっ伸ばしてから着地する、うん、このまま足ペローンっていうジャンプにならないように、空中でもう一個1、2ジャンプするようなつもりでこのジャンプちょっと飛んでいっていただきたいです。最後のソテーシャセーソテーシャセーのところもソテのこの下の足が1、2でしっかり空中でもう一個張れる、うん、でシャセでしっかり力貯めてもう一度1、2、次のジャンプでより高く滞空時間が伸ばしていける練習をしてください。音が結構ゆっくりなソテシャセになるので滞空時間はしっかり持てるはずなので、しっかり空中での形がスッと写真に収められるぐらいグッと2回上で 1,2 とジャンプしながら滞空時間がしっかり伸びるジャンプを目指して練習していきましょう。でちょっと最後の動き、ちょっとまあ動画見切れてしまっているので見にくいかもしれないんですけど、最後の動き沿って4番グリサドファドシャ、よいしょ、これほんとよく出てくる動きのコンビネーションだと思います。ソテの後グリサド、まあ、グランパドシャだったりジューテだったりいろんなものを組み合わせていくんですけども、このソテグリサドここの助走ステップのところを今一度ちょっと見直してみてください。結構見かけするのがソテウィッシャとパドシャという風に、なんかこの助走ステップの、グリサードかグリサードのところで上にホッと入って、なんかパドシャと同じぐらいの高さまで飛んでしまうエネルギーを使う生徒さんよくお見かけするんですけども、ここの助走ステップグリサードではやっぱり助走ステップで最後のパドシャが一番高くなるように力をちょっと貯めていただきたいので、沿ってグリッサードで少しなんかグッとここで重心を下にしっかり保っておきます。で最後のパードを下で思い切り上に蹴り出せるように、ここの助走ステップでいきなり上に行ってしまわないように沿ってよいしょ重心下から上に行けるようにちょっと力を貯めておくように練習をしてみてください。でこれ重心を下にするっていうとこう1、2ってなんかこう体が抜けてしまうような感覚あるかもしれないんですけども、重心が下に行ってても体は常に上に行っておいて床反力こうがグッと床が押しておけると次のパドシャが本当に高い位置に入れるので、ここで沿ってプリエグリサド1、2パドシャといけるように少し助走ステップのところ力ためるイメージで重心下でグッと体を引き上げておいて最後の大きなパドシャに入れるように少しここの動き注意してみてください。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ちょっとグランワルツの動き面白かった、あなるほどって思っていただけたらグッドボタンを押してぜひ教えてください。チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
全国への出張レッスン、毎月テーマを変えていく超基礎クラス、オンラインコースは研究コース、個人レッスンとやっております。そしてコールドバレープロジェクト、7月に向けて少しずつ着々と準備が進んでまいりました。気になる方は概要欄に詳細載せてますので、ぜひどこかのレッスンで一緒にレッスンできたら嬉しいです。それではまた。